半の大逆転劇、勝負を決めたのはスクイズ。オリックス対日本ハム伊藤大海が先発。本日のスターティングメンバー。レイエススタメンは押せる。もうちょい細川使ってほしいところ。磯畑スタメンでもいいけど海外はな。京セラで磯畑だけで1点もぎ取ったから験担ぎなんかな。1回裏伊藤大海ヒット許すも0で抑える。今日の大海は球が暴れてるな。なんとかしのいだ。助かった。よしよし。2回表上川端のタイムリーで先制。O2 アウト2塁で点取った。地味にチャンスに強い上川端。上川端、万波よくぞ走った。バタ大悟。郡司裕也のタイムリーで追加点。チャンスに強すぎる男郡司。こいつすげえわ。郡ちゃん来たー。郡司さすがすぎる。ぐんぐん郡司。郡司1番大成功。この追加点はでかいな。2回裏伊藤大海北のタイムリーで失点。変化球ばっかり投げてるな。しかしあそこヒットにするか。打撃戦やな。あばばばばば。四球タイムリーとか最悪じゃん。紅林のタイムリーで失点2対3。あっという間に逆転。ついてない。センター前に落ちすぎだわ。あかんかったか。終われ。伊藤大海さんから6回を無失点に抑える。今日は負けられねえナイス月中。併殺取れる二遊間は素敵。三振取り出したら調子戻ってきた感あるな。よすよす。なんか立ち直ってんな。よしよし。なんとか7回までいけそうかね。ラッキー。落ち着いてる流れが来たような気がする。ヒロミなんやかんやで QS か。加藤伊藤の連続 QS。7回裏ピンチ招き杉浦に継投杉浦高リリーフで得点許さず。ベンチに戻る杉浦を迎える伊藤。杉浦神。ナイピ。やるじゃん。いいな杉浦。今年の杉浦はちょっと違うな。杉浦ナイスだ。よし流れ来たわ。8回表谷足球で出塁しすかさず盗塁で二塁へマルティネスの安打石井のセカンドゴロエラーの間に生還で同点。結果オーライだわ。ゴンザレスでなくてよかった。タミヤのスタートも良かったしタミヤのおかげだよ。やったー。タミちゃんよう走った。大大石井結果オーライ。俊足タミヤの威圧感。ラッキーすぎる。いやー助かったもらった特大チャンスこれ生かさなかったらもう負け確定だからな逆転しろよ。松本剛の逆転スクイーズ成功きたー。逆転きたー。ナイスだ松郷。セーフやよう見とる。余裕でセーフ。こういう場面で中島は頼りになるわ。さすが拓也。やっぱり中島は一軍から落とせないなこれは終盤に必要すぎる。水のダメ押しの2点タイムリースリーベースきたー。きたー。強打。きたー。水の最高。この得点は気持ちよすぎる相手がっくりだもんね。ノーパワーと舐めてたな。これはよくやった水の。8回裏川野が三者凡退に抑える。完璧。川野とかいうただの神。ナイス。連投してない川野は絶対的安心感ある。安心と信頼の川野。さあ正義で締めようか。田中正義7セーブ目でリーグ2位タイに。正義頑張れー。パで唯一炎上してないクローザー。今日は上がってないな完璧。チェスケス。正義執行きた。日ハム華麗な逆転勝利でオリックスに勝ち越し伊藤連投7回途中3失点松本剛が決勝スクイズ。勝ったでー。勝利きたー。去年とは違うジャスティスの安定感。正義執行逆転勝利は無法。よし勝った勝ち越した。これが A クラスの戦い方やで。終盤の逆転勝ちをする日が来るとは。日本ハム明日からソフトバンクとの首位攻防戦が始まるという事実。さあいよいよペイペイで決戦や。北山山崎金村の新ローテをソフバンに当てるのか今日の試合敗色強かったところから白星掴むところ見ると今年は勝ち。バンク勝ちか。バンクも結局勝ったかまあセーブよく2つ勝ってくれたよ。バンクは松本優が2連投らしいので明日は上がりだろう和田を早々に下ろせば勝機は存分。さあ見事終盤逆転で勝利を収めた日本ハムですが、首位攻防戦となるソフトバンクとの3連戦連勝して首位の景色を見ることはできるのでしょうか？ぜひぜひ皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。